いいよそんなことは。もういいってば。ということで、今日からまたまたシスターズも新メンバーになりました。はい、あの飛び入りシスターズと真央ちゃんも晴れて正規のシスターズの仲間入り、うん、はい、それでは真央ちゃんよろしく。はい、はい、念願かなって私も今日からちゃんとねシスターズの仲間入りになりました。七つ海真央です、よろしくお願いします。それでは今日のメニューです。はい、今日のメニューをお伝えしますね。まず最初はコミケでゲスト、今週は今話題のコスプレアイドルコスプレックスの3人にお越しいただいてます。そして4コマテレコ、そして最後は今日のコスプレさんと続きます。以上です。はい、どうもありがとう。今夜も話題満載でお送りします。はい、それじゃあ張り切っていってみようかね、はい、うん、木曜深夜の大騒ぎコミケでナイト見てね見てね見てね。この番組は学校法人東邦学園の提供でお送りします。タレントを育てるだけじゃなくカメラマンや照明家まであるんだからな。でもそれだけじゃないぜ、あとプロデューサーや映画監督、マネージャーに放送作家、それと音響ミキサー、舞台美術、アナウンサーで声優に DJ、ミュージシャンもあるぜ。すごいな。なんか東邦学園が力を合わせたら一つの舞台や番組を作れちゃいそうだよね。そうだよ、それを私たち学生が先頭に立ってやってさ、みんなで力を合わせて私たちの夢叶えましょうよ。いいな。君の未来をつかみ取ろう、夢追い人のキーワード、東邦学園。はい、それじゃあね、今日からまた新メンバーとなったシスターズ、はい、自己紹介。ダダン、はい、最近ちょっとコスプレしてみたいななんて思ってます、マオです。イベントに行ってからますますコスプレにハマってます、セイコです。ただいまコスプレ勉強中のリサです。3人合わせてコミケシスターズ、よしよし、かわいくね。もうなんかさ、もうなんかこいつらはねこなれてるからなんか、ね、ういういしくなくなってきたね。 なんかねもうね、もう真央なんかさ、ジャリタレの時からやってるからな、もうこなれてんだよ。なんかそれもうしょうがないな、もうそういうことで、はい、まあ何回かお付き合いしますんで、よろしくと。よろしく。さあそれじゃあ、はい、もう俺なんかもう待ちに待ってんだ、スペシャルゲスト、お呼びしましょう。今日はういういしいです、うん、女の子可愛らしい女の子3人組、うん、コスプレアイドルグループコスプレックスの皆さんです。どうぞ。すごいでも可愛いです。はい、はい、それじゃあね、あ早速ご紹介するんだけど、はい、うん、じゃあもう、はい、自己紹介、ね、ご自分で、ね、はい、こんばんは、はじめまして、可愛いです。コスプレックス1号の小林優子です、よろしくお願いします。はい、コスプレックス2号の平地玲です、よろしくお願いします。イエーイ。こんばんは、コスプレックス3号の川崎ひじりです。こんばんは、よろしくお願いします。イエーイ。3人合わせてコスプレックス、イエーイ。いいですね。一応ついてきた、ついてきた。なかなか、いやー、このね、コスプレックスはさ、やっぱり自分たちで衣装作るんだってね。はい、そうです。コスプレックスながらに彼女が、いわゆるコスプレイヤーで現役さん、デザインも全部やった。すごいですね。ちょっとぐるりと後ろを回っていただけますか。ちりんと。わあ、これを。わあ、すごいですね。ということで、まあいろいろとお話を聞かせてもらいたいと思いますが、はい、まずはこちらからご覧ください。胸のドアを叩いても私だ。
動にもなる。くじけない君が好き。泣きたい時あるなら、そばにずっとずっといるから。 You get the money。プロも見てもらったんだけど、はい、3人は、結成してからどのくらいだったんだっけ。3ヶ月ぐらい。まだ3ヶ月ちょっと、はい、ういういしいんだ ねでもその前までは要するにそれぞれみんなあのタレント活動というかしてたりとか、はい、ね、それぞれが、ね、それぞれだからあのなんかね、さっき聞いたらね、うん、彼女は現役のコスプレイヤーなんです。だからまあこの衣装のデザインとかすごいですよね。一応なんかコスプレイヤーは作るとこも結構基本かなとか思ってるんで、そうだね、コスプレックスとしては作らねばとか思って、作らねば、すごいですよね。それでね、真ん中の優子ちゃんは、あの仕事のコスプレイヤー。あ、仕事の、あの手作りと反しましてあの作っていただいた服をいつもゲームのイベントなので、いわゆるモデルさんなのかな。はい、なるほどね。そして3番目の彼女は趣味のコスプレ、ね、じゃああれですね、川崎さんのね、ひじちゃんの方は、もう何年ぐらいコスプレをやってるんですか。そうですね、3年ぐらいもうやっちゃってます。3年ぐらい、はい、それでコミケもダンパも行きますね。行く。ダンパコスパ。コスパ。コスパ。でね、この3人はね、まあコスプレのそのグループだってことも面白いんだけども、なんといっても一人ずつが面白い。いちごのゆうこちゃん。はい、趣味、幽体離脱。好きなんですか。大好きなんです。それはそれはだけどね、特技とも言えるよな。才能とも言えるよな。それはいいことですね。ね。あれ、パンパさんに会ったことある。会ったんですよ。会ったの向こうで。そうです、向こうで。すごい、お花畑とかで。すごい綺麗なんですよ。あダメですよ、川渡っちゃ。川渡っちゃ渡んないからいるんじゃないかよ。あ、そうですよね。そうですね、よかったです、ね、渡らなくて。幽体離脱する時ってどんな感じなの。なんかみんなに話しかけてもらえなくて、一人でぼーっと遠くを見てると、そのまますぐ行けちゃうんですよ。意外と結構すぐあでもなんかそういう幽体離脱できる体とそうじゃない体があるらしくて、私もちょっと試したことがあるの。あれってね、やり方があるのよ。寝てる時にそうそういろいろあって試してみて、で、あ、今浮くって感じがあった時に、隣で母が お母さんが起きたのね。お母さん起きちゃうと思って戻ったら私は幽体離脱できなかったあ、話しかけられたりとかそうそうするとダメなんですよ。邪魔されるとダメなの。こいつでもよく戦線離脱するんだけど